今回はですね、小学4年生から6年生で、114名の子どもたちが、募集にしてくれたと、応募してくれたということになるわけなんですよね。参加は無料ということで行われます。今日はですね、そこでこのスポーツ体験イベントにですね、ボランティアとして手伝ってくださいます福山平成大学女子バレーボール部のお二人にちょっとお話を伺おうかと思います。伊達山沙羅さん、そして佐伯里奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子どもたちにこう、うまく伝わるかなってちょっと心配なんですけど、上手にサポートできたらいいなって思ってます。はい、佐伯さんどうですか。子どもたちと一緒にこうスポーツをするのがすごく楽しみです。今日のこの時間でもっとスポーツを好きになってもらえたら嬉しいなと思います。はい、伊達山さん、スポーツの楽しさをもっと知ってもらえたらいいなって思います。はい、お話は福山平成大学女子バレーボール部伊達山沙羅さん、佐伯里奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。